田村さんの不満。家のファイルサーバーに置いてあるイメージやファイルを外からサクサクっとアクセスしたいのだが、大丈夫、そんな時いつでもどこからでも高速にアクセスガバッと。家のファイルサーバーに置いてあるイメージやファイルを会社からでも外出先からでもサクサクっとアクセス。しかも早いだけでなく、特定の場所に保管することが可能です。ガバットのライト3カッコミテクノロジーによりバックアップは不要。しかもファイル履歴も装備。共有も可能です。ここからは実演にて。現在、ガバットのすべてのモジュールは Amazon EC2 で起動しています。ガバットの必要なモジュールはこちらの監視ツールにて起動、停止、そして現在監視を行っております。それでは田村さん、家のサーバーにアクセスしてファイルをガバッとアップロードしたいと思います。田村さん、今度は会社の PC にてガバッとからファイルを取り出したいと思います。こちらがガバッとへのアクセス情報になります。今度は家の PC にてファイルを変更したとします。現在の変更は即ガバットに反映され、会社の PC にも即反映されます。さらにファイルに対しては履歴の情報を持ってくることが可能です。今まで手動で行われたものは実際には自動で行われるものがほとんどです。さらに携帯からでも情報を取得することが可能です。家の情報が会社からでも、外出先の携帯からでも確認することができます。